ああ、多分作業員だ。療養所で働いてた人かも。ここでは変なことがありすぎて、もう何があっても驚かないな。変なことって？誰かがウェンディゴを捕まえてた。奴らを縛りつけてたんだ。かなりひどいものを見たよ。嘘。療養所の爆破で話がいたな。最高。大丈夫だ。本当に生きてるだろ。本当に生きてんの？マジクショ。寒すぎて指の感覚がない。まさか、これはハンナの血だ。ベス、ごめんね。これしかないの。私が生きていくにはこれしか。もし誰かがこれを見つけたら、ごめんなさい、仕方なかったの。どういうことだ、まさか。だから何なんだ。何が言いたい。ハンナがベスを殺した、自分の妹を。わからないよ。こんなところでどうやって生き延びたってんだよ。わからないよマイク。ここに答えがあるはずだろう。マイク、ねえ、落ち着いて。あれ？おい。
だ。待て、ちょっと待て、何か見えたぞ。やだ、ダメだ。ジョッシュ、お前に指図は受けないんだ。何言っても無駄だ。もうお前に指図は受けないんだ。お前の指図は受けるもんか、ほっといてくれ。お前に指図は受けないんだ。分かった。お前を信じるって信じるよ。やりきってるんじゃねえか。ジョッシュ。マイク。ジョッシュ、しっかりしろ。ぶたないでくれ、頼む。しょうがなかったんだ。行っちまってただろ。正気に戻らないのかと。ジョッシュ、ハンナはここで何週間も、いや、何ヶ月もベスを掘り起こした。サム、マイク、ほら、さっさとここを出よう。ジョッシュ、あなたケーブルカーの鍵持ってる？ああ、持ってる。ああ、よかった。あれが見える。あそこへ行けば脱出できる。行こう。ジョッシュがあそこまで登るのは無理だ。じゃあ手伝って、私が戻ってみんなに知らせてくる。ああ、そうだな。ジョッシュと来た道を戻ってきて、ロッジで会いましょう。気をつけろ。あなたもね。よし、行こうぜ、クソったら野郎。あんなに強く殴らなくてよかったのに。いや、そのさっきはマジで悪かった。ジェスを殺したと思って間違ってた。
君か。おいおい、ジェス、何があったんだ。この傷でよく生きてたな。ここにはどうやって？マイクと二人でその辺をぶらついてたの。そしたらあれが。何か？わからない。ただ窓のそばにいたら突然ガラスが。あれが雪の中にいた。ものすごい速さで迫って、もう私はもう気づいたらここに。もう動けるか。うん、さあ行くぞ。あれを見ろ。ここで落盤があったんだ。私がやったの。え？あの屋根を通り抜けて落ちたの。この距離を落ちてきたのか。マジかよ。俺もだ。え？俺は通信塔ごとここに落ちた。冗談でしょ。いいぞ、行こう。ここを出るんだ。絶対にね。さあ、しっかり、ほら、しっかり。ジェス、ジェス、ほら。